フィデオンは、フォルクスワーゲンが製造、販売している中国市場専用の自動車である。フォルクスワーゲンの中国市場におけるフラッグシップモデルである。フォルクスワーゲンによってプレミアムクラス車両と呼ばれている。2016ジュネーブモーターショーで発表され、中国市場を対象としている。先代のフェイトンは発売当初に年2万台の販売を計画していたが、 結果として、生産終了までの約14年間で、年2万台を達成することができなかった。しかし、中国市場では、好感を持たれ、かつパサートの上級モデルを欲していた、中国人購買層の意見があり、フェートンの販売終了後に、後継モデルの必要性を感じたフォルクスワーゲンは、上海医者と共同で、アウディ a 6リットルをベースに、後継モデルの開発を決定した。 フィデオンと名付けられたモデルは2016年3月にジュネーブモーターショーで初公開され、同年7月に中国で販売が開始、2017年からフェブも発売された。フィデオンは従来のインストルメントクラスターに代わる新しいアクティブインフォーディスプレイと乗客がコンテンツをインフォテイメントシステムに送信できる運転士モードを備えている。 中国での販売は2016年7月に正式に開始された。プラグインハイブリッドバージョンは2017年に発売。ありがとうございます。